金星の大気から地球では生命体によって生み出されるガスであるホスフィン・リン化水素の痕跡を検出したとする研究論文が14日イギリスの科学誌に掲載されましたこの論文を発表した研究チームはハワイとチリのアタカマ砂漠にある望遠鏡を使い金星の表面からおよそ6万メートル上空にある雲の上層部を観測し ホスフィンの痕跡を検出しましまたホスフィンは地球上では有機物の分解により発生することの多い可燃性ガスです。 観測結果は金星に変則的かつ未解明の化学現象が存在する証拠となったと結論付けていますアメリカの NASA 航空宇宙局の長官は地球外生命体の探査史上最大の発見だとしています